錦山がここに？ああ。はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら、私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。でも何。あ、はい、すぐ。でもどんなか。ええ、うつむ。そうか。いや、わかった。おっ、聞き込みで。ああ、怪しい男が幼い女の子連れてた。へえ、七福通りの駐車場のところ。超ヤバ。
っと。おお。おお。ルーナ。酒持ってこい。おい、うるせえ。酒だ酒。おいすいません。どこに行った。どこかの公園とか携帯で。はっ、いらっしゃいませ。おっと。ようよう姉ちゃん一人。どうよ、俺らと一緒に楽しいとこ行かない？聞き込みで、ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。
お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ！クソ！カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが、くそ、浅井が腕を撃たれた。
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ、嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ、でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤、ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。